昨夜に起きたニューヨークの火星古代美術館襲撃に関する情報をお伝えします。この惨事による被害者の数は現在確認されているところでは死者82名、重軽傷者78名に及んでいます。建物の損壊など被害総額は7000万ドル以上。なお、襲撃の際に持ち去られた化石中の標本の行方はまだ分かっていません。この襲撃事件を起こした犯人は、目撃者などの証言から海賊ギルドと呼ばれる宇宙規模の犯罪シンジケートの一端と見られています。海賊ギルドはこれまでにも各銀河や略奪は繰り返し、今回の事件にあたって太陽系規模の大捜査網を展開すると発表します。では続いて今日のスポーツです。